ワンピースカードゲーム、強大な敵、12ボックス買ったんですけども、今回4ボックス目の開封動画となります。ただ、今まで違うのは、もう開封、してしまして、ノーマルもね、レアもだいぶ揃ってたので、今回はレアカードだけの紹介となります。これね、今、レアカードだけ、取ってあるんで、ここから1枚ずつ、紹介したいと思います。まだ僕見てないのでね、楽しみです。はい。では行っちゃいましょう。行きますよ。1枚目。ドン！ブランニュー。はい、見てみて。プリン。プリン。カヤ、出たカヤ。アイルフィー。おお、これよ。これだ。やば。これめっちゃかっこいい。かっこいいよね、今回のシクね。これめっちゃかっこいい。これがパラレル。これシク、シクかな、こっちは。え、どっちだっけなの。でもはみ銀枠ついてないよね。いや、このね、シークレットは銀枠じゃない。おい、めっちゃかっこいいな、これ。え？シークレットだ。シークパラは違うね。シークパラじゃない、うん。でもかっこいい。でもかっこいい。もうなんか。これちょっと。お願いします。サンチ、これ個人的にめっちゃ好きなサンチですね、うん、後ろにプリンちゃんがアザキャラってますと。で、ジャンゴ一生、うわ、一生な一生全部のボックスおるやん。すごい、4ボックス中4ボックスね。スパンダ、かっこいい。ルッチ、しゃべんないルッチ。三千世界、三千世界。ヒケーン六方眼。銀。めっちゃ銀。ティーチ。ティーチもめっちゃいるな。あ、ルッチ初めてだ。あ、よかった。あれだね。正義の門の前に立ってるルッチですけど。これスーパーレア。そう、スーパーレア。かっこいいっすね。ルッチ。ザンギリ持ち。あーい。また？まただね。めっちゃクラッカーさん。伊蔵、あ、でも伊蔵かっこいい。あ、MH 入る。ゼフ。もうないのかな？アブルの。もうないか。ああ、ストロイド。ああ、リンリン。これもかぶりです。でも今回は、でも、カタクリさんがね。カタクリさんが出てきてくれました。でも、ほぼかぶってたそうだね。今回でも3分で収まったね、これで。ショート動画やいい感じで片栗さんが出ました。めっちゃかっこいいですね。です。ではまた。